U タイム25機種朝一判別全部 U。 パチンコで日本酒にガスが失敗をした私からはパチンコ楽しくなくなくちらも買っていく方出身者中級者に向けて伝えするチャンネルです。はい、どうもカナコです。今日はですね、U タイム25機種の朝一での判別方法、ランクリしてるのか酔い越して打てるのか、それを全てお伝えしたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、今さら U タイムは何ですかという方はいらっしゃらないですよね。はい、まあ、もしまだ U タイム知らないよという方がいらっしゃいましたら、私は過去動画で U タイムマジで勝てっからと、そういう動画を出してますので、そちらをご覧になってから来ていただけたらと思います。はい、今まあお店のね、お店によっては3分の1ぐらいはもう U タイムになってて、まあこれからまあ良くも悪くもですね、おそらく U タイムまた増えてくると思います。はい、もうパチンコで勝ってる人で U タイムってそれって何ですかって質問する人いません。はい、絶対に知らなきゃいけない、ポイントですので、まずはそちらを見てから来ていただければと思います。はい、というわけでそちらを見て U タイム知ってるよという点でお話を進めさせていただきます。はい、以前ですね、私が U タイムを自宅でもお店に行かなくてラムクリしてるのか酔い越して打てるのか判別する方法というのを出しました。はい、これがですね、まあ、メリットとしては、まあ、自宅にいながらそこのお店が U タイムをラムクリしてるお店なのか、酔い越しで打てるお店なのかというのが分かることができます。はい、またお店に入る前から今日は前日最終回転は乱回転で終わってそこを狙いに行けばいいんだなと、はい、まあ、目標値は決められるというのがメリットでした。はい、メリットというか、まあそれはもう今後もね、ぜひ活用していただければいいかなと思うんですけど、まあ、一方で、まあ、デメリットといいますか、デメリットが例えばお店によっては急に、ラムクリする傾向にしてきたと、今までラムクリした方に、急にラムクリしてきたと、はい、いうのとか、あと例えば何回転までハマるぐらいだったらラムクリしないけど何回転以上ハマってたらラムクリするよとか、そういうお店も中にはあると思います。はい、そこまではちょっとわからないので、以前のその動画を参考にしつつね、参考に出ます、そのデメリットというか、まあ、まだ知識が全部お伝えできてなかったので、それを参考にしつつ、まあ、今回の、ラムクリも朝行って台見ただけでラムクリしてるのかなと、酔い越して打てるのかなと、全部は分かりません、全部は分からないですけど、参考になる部分が結構大きくあるので、それも合わせて覚えていただければと思います。はい、今回の動画なんですけど、僕が、見てラムクリしてるのかしてないのかなって分かった情報っていうのと、僕がパチプロ仲間に直接聞いて、これはラムクリしてるよね、してないよね、してないよねって分かった情報、あとネットで調べた情報、あと有料ノートを買った情報、雑誌を買って得た情報、この5個を組み合わせてお話ししてます。はい、で媒体によって結構意見が違ったり部分とか あって、最終的に多分僕これだよねっていうふうに僕なりに、結論を下した答えとなってます。はい、なので必ず正解とは限らないので、必ず、鵜呑みにはしないようにしていただきたいなというふうに思ってます。はい、というわけで説明していきます。はい、前振りが長くなりました、いきましょう。ということで、まあ、一種ずつ説明していきたいと思います。はい、1アクエリンオンオールスターズ、はい、ボタンプッシュして右下に回転数が出ます。一番簡単だと思います。はい、まあ、トリマね、初めて行ったお店で、まあ、もう朝回ってなかったらね、ここを押せばね、ラムクリしてるかしてないからね、判別がつきやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、2サダコ 3D2、 はい、朝一2回転回すと液晶の回転数が変化します。わかりますかね。はい、紫なら U タイムまで500未満、緑なら U タイムまで250未満、赤なら U タイムまで100未満と、はい、なのでちょっと打たないでわからない台ではありますね。はい、なので、まあ、501以上だとしてのままなので判別はできないと、はい、前日ハマり台で試していただけたらなと思います。はい、はい、3学編目視録ハイスクールオブザデッド、ちょっと画像がね、ラムクリ写真を撮ってきたわけじゃないので、ちょっと水たくてすいません、僕がピッピッて格好しながら、ここは黒ですよみたいな、赤ですよみたいな感じで塗ってます。はい、
まずね、右下の8連セグありますね。右下の8連セグ、これの左上が点灯と、その上にその2個上ぐらいにあるんですけど、4連セグありますよね。4連セグ、はい、一番上が点灯、はい、これしてたらラムクリしてます、はい。まあ、この2つを見てください。はい、4、戦乱神楽2、僕打ったことないですけど、戦乱神楽2、はい、ハイスクール・オブ・ザ・デッドと同じ場所で、確認が可能ですね、はい。で、ここも、サダコ 3D2 に近いです。はい、2回転、回すと、液晶の回転数が変化します。はい、紫なら、U タイムまで300未満。緑なら U タイムまで200未満。赤なら U タイムまで100未満と。はい、まあ、サダコ 3D みたいな感じなんですけど、回転数だけは違うよという感じでございます。はい、5、戦国乙女6。はい、こちら、ランプや出目で判断することはできないと思われます。はい、なので、これはもうお店を信用してランプするお店なのか、酔い越して打てる、酔い越して打てるお店なのか、ランクリするお店なのか、まあ信用してね、打つしかないかなというところでございます。はい、6、ゴルゴ13。はい、こちらは、結構記事によって意見分かれたんですけど、僕の見解ははっきり言えないので、現時点では分からないです。はい、現時点でおそらくランプや出目で判断することはできないんだろうと、はい、いうふうに思います。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして、新必殺白金ターボ、仮面ライダー轟音、ウルトラセブン、超乱舞、冬のソナタ、フォーエバー、4機種まとめてです。はい、全部同じ場所にあります。左側のセグを見てください。パチンコ台の左側ね。はい、ここの左側のセグにある右側ですね、右側、右側の3連セグありますね。3連セグが上から点灯、消灯、点灯だとラムクリしてる可能性があります。はい、ただラムクリしてる可能性があるであって、そのパターンでもラムクリしてないこともあります。はい、僕も実際そのパターンで打ってみても、あ、酔い越しねっていう感じ、あ、やっぱり酔い越しだったねみたいなね、こともあるので、まあ参考程度にという感じですね。はい、まあ、確定したかったら、まあこの3機種は50回転回すとスエオっていうね、犬がね左から出てくるんですよね。はい、あ、出てきたり出なかったんですけど、出たらもうスエオキですよと。はい、もしくは100回転回せばもう確実でございます。はい、残りいくつっていうのが出ますので、はい、それを回せば確実になるよという感じです。はい、よろしいでしょうか。はい、11位、マドマギキューベ。はい、こちらが、まあ、同じ凶楽ではあるんですが、セグのね枠内ありますね、この緑で囲ってる枠内、はい、ここの緑のみ点灯でラムクリの可能性がありです。はい、まあ、これもこの上の4機種と同様に、右だけ点灯してても必ずラムクリしてますよというわけではありません。はい、同じように、まあ、50回転回すか100回転回せばもう確実に分かると、はい、そういう感じでございます。はい、というわけで続きまして、12、モモキューソードです。はい、まあ、僕個人的に今出てる台で一番勝てる台だと思ってます。はい、こちらモモキューソード、セグね、一番下のセグを見てください。3連ランプです。はい、でここが左側が点灯してたらラムクリだと思います。はい、まあ、ほぼそうだと思いますけど、まあ、絶対じゃないですね。はい、一番下の3連ランプ、左側が点灯してたらラムクリしてますと、はい、いう感じです。はい、続きまして、13、新花月2。はい、こちら一番下の4連ランプをご覧ください。はい、ここで左のみ点灯してたらラムクリしてます。はい、まあ、ちなみに残り100と50と40と30と20、10でも、液晶に表示されることがありますので、それで表示されたらも確実に分かりますよという感じです。はい、続きまして、右側いきますね。右側タイガーマスクです。タイガーマスク、
こちらはね、ちょっと自信ないです。自信ないんですけど、おそらくシンカリスと同じく、一番下の4連ランプで、左のみ点灯してたらラムクリだとおそらく思われます。はい。新カリスと一緒ですね。はい。ただこちら、さらに自信ないので、ご了承ください。はい。はい、続きまして、リング呪いの7日間2です。はい、こちらがですね、ラウンド数が書いてある2連ランプありますよね。はい、ここの上ですね、上を見ていただいて、両方消灯していってたらランクリの可能性が高いです。はい、ただこちらも両方消灯していてもラムクリしてない可能性もあります。一応ね、朝一の演出画面の演出で、ステージが井戸図柄ではなくてキャラ図柄だったらもう、据え置きが濃厚となるらしいです。はい、よろしいでしょうか。はい、いきます。次16、公共紙幣エレカ7、北斗無双3、ビッグドリーム2です。はい、ここまとめていきます。こちらが、ラウンド数の4連ランプ、わかりやすいのありますよね。はい。ラウンド数の4連ランプの右上を見てください。はい。こちらが、両方消灯していたら、ラブクリしてる可能性があります。はい。ただ、こちらもね、両方、消灯していても翌日そのまま迎えていったら据え置きってこともあるので、両方とも消灯してても必ずラムクリ、酔い越しとは限らないです。ラムクリしている可能性はあります。はい、なのでね、まあどちらかが点灯していたら、まあラムクリしてないと、はい、そう思っていただければいいなと思います。はい、よろしいでしょうかね。はい、どちらかがついてたら据え置き濃厚だなと、はい、いうふうに思っていただければいいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして19、シンガロです。これもちょっと見づらくてすいません。はい、2ラウンドか3ラウンドか10ラウンドって書いてある右の3連席をご覧ください。はい、よろしいですかね。ここが上から点灯消灯していたらラムクリしてます。はい、いいですか。上から点灯消灯してたらラムクリです。それ以外なら据え置きです。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして、エヴァンゲリオンシンクですね。はい、こちらがね、ここのね、4つのランプがあるんですけど、左上と右下点灯でラムクリしてる可能性があります。はい、ここもただね、このランプでもしてないこともありますね。はい、一応、残り50からカウントダウンは開始しますという感じです。はい、続きまして、フィーバークイーン、これもエヴァシンクと同じ場所ですね。はい、ただ場所は同じなんですけど、フィーバークイーンの場合は右下点灯でラムクリしてる可能性がありです。はい、こちらもしていなくてもついてることもありますので気をつけてください。はい、よろしいでしょうか。はい、続きまして22、大海物語4スペシャルです。はい、こちらが最上段の左から2番目ありますね。最上段の左から2番目。ここが点灯していたらラムクリしてます。はい、よろしいでしょうか。ちなみにね、U タイムまで残り50から画面に表示されますね。はい。これはオブフォースペシャルは覚えてた方がいいですね。はい。続きまして、ドラム海物語 in Japan。これはちょっと見づらいんですけど、上段の左から2つ。中段の左から2つをビデオにしてくださいね。わかります？はい。で、上段の左から2番目のみ点灯でラムクリしてる可能性が高いです。はい。ただこれね、これお店がね、もうすぐにタワーソースを対策できちゃうみたいなんで、はい。だからこれもまあ参考程度にしていただければなというふうに思います。はい。続きまして、とある魔術のインデックス、こちらはこのパターンのみラムクリしてます。はい、それ以外はもう据え置き濃厚と思ってもらっていいです。はい、で酔い越し残り100回から、画面でカウントダウンがスタートしますと。はい、これ僕はね、知らずにちょっと見せたことあるので皆さんお気をつけてください。はい、25、最後ゆるゆるですね。ゆるゆる、上から2番目の8連セグね。なんだっけ、
ママケンと一緒ですよ。まあ、ただあるんですよ。これは上から2段目です。上の2段目の発電ランプで右のみ点灯してたらラムクリしてます。はい、というわけで以上でございます。はい、今回やってね、もうめちゃくちゃ面倒くさかったですね。もう調べたり、まとめたり、最終的には結論これだろうなっていうふうな感じにしたりだとか、まあ、勉強になりつつですけど、はい、まあ、僕以外でもね、これできたと思うので、もうこれからね新しい機種出てくると思いますけど、まあ、おそらくもう面倒くさすぎてもうやることはないと思います。はい、もう宮崎駿さんの気持ちは分かりました。もうずっと面倒くさい言ってました、僕は。はい、なのでちょっとね、高評価か、コメントか、チャンネル登録、まあ、全部できればしていただけたら大変報われます。はい、もう面倒くさかったです。はい、そんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。自分次第。